ンタル移籍している鹿島のフォワード陣、ユーマとツートップで全試合出場したらそこそこ活躍できる説。シーズンが終了したこの時期、すでに移籍や引退が決まっている選手や噂が出始め、これからどうなっていくのか話題になる選手が多くいます。もちろん上手い選手や評判の高い選手が鹿島に来てくれるということはとても嬉しいことです。ただサポーターが一番気になるのはやはりレンタル移籍選手の動向。選手たちがレンタル移籍をする一番のメリットは試合に出場する機会が増えるという点。それ以外にも選手とクラブ双方にメリットがありますし、もちろんデメリットもあります。ただしご存知の通り、サッカーはスタメンが11人と決まっており、選手層が厚ければそれだけ試合に出られる可能性は少なくなります。本日はレンタル移籍で他チームに移籍している選手を鹿島に戻した上で、全試合に出場させた場合どんな成績を残していくのかということを見ていこうと思います。まああくまで FIFA という毎度おなじみゲーム上での検証にはなりますが、個人的に気になっていたのでやっていこうと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。鹿島サポや鹿島が少しでも気になる方はぜひ。今回検証していく選手はこの2人、ヴェルディにレンタル中の染野選手と鳥栖にレンタル中の柿田選手です。企画に入っていく前に、まずはこの両選手について軽くおさらいをしましょう。染野は先日発表された U21 日本代表にも招集された期待の若手。鹿島のジュニアユースから尚志高校を経て松村や荒木と同時期に入団。2022年は鳥栖戦で劇的な逆転弾を放つも、シーズン途中でヴェルディへレンタル。レンタル先のヴェルディでは16試合に出場し4得点。まだまだこれからの選手なだけに、活躍して鹿島にまた戻ってきてほしいところです。柿田はジュニアユースから鹿島一筋の選手。現在ベルギーにレンタル中の町田と同期入団の選手ですが、入団年の2016年はわずか5試合のみの出場で、翌年から様々なチームへレンタル移籍。2022年は鳥栖で28試合に出場し6ゴールを挙げています。すでに J1 で結果を残している柿田。ユーマの一つ下とまだ若く、187センチと高さもあるだけに、まだまだ期待できる選手です。さてそんな両選手ですが、同じ鹿島の下部組織出身であるユーマとツートップを組ませて1年間ずっとスタメンで起用したらどんな活躍をするのか気になりませんか？今回の検証の流れは単純です。ユーマとツートップでそれぞれ1年間全試合スタメンでプレーさせるだけです。染野とユーマでツートップで1年、終わったら柿田とユーマツートップで1年、またやり直す。こんな感じですね。なるべく多く得点を取る機会が欲しいので、2人とも PK キッカーに任命します。 FIFA のキャリアモードには育成という機能があって、若手選手はどんどん成長していくようになっています。最初は低い能力値でもシーズン後半にはエース格になっているかもしれません。その機能を存分に活かしつつ、今回は1年シーズンを回していきましょう。ところで次に鹿島のメンバーで固有フェイスになる選手って誰なんでしょうね。鹿島にはいませんが、そろそろガクとか固有になっていく気がしますけどね。西大吾とか固有ですからね。どういう基準で決まっているのか謎ですね。話が逸れてしまいましたが、それではまず染野から。周りの選手と比べてもどうしても能力の総合値が低くなってしまいますが、ここからの成長に期待しましょう。キャリアモードにはスキップ機能があり、シーズンラストまで飛ばすことも可能なのですが、疲労や能力の差から染野、柿田が毎試合起用されない可能性もあるため、全試合ゴールキーパー操作でやっていきます。染野の背番号は世界的なストライカーになってほしいとの期待を込めて、なんかそれっぽい99を選択。すると早速第1節でアシストを記録。さらに後半いい調子で2アシスト目、周りを生かしゴールを演出。するとその後、会期がフリーの染野へポストを使ったパス、これにダイレクトボレーで合わせ、早速今季初ゴールを記録します。この企画素晴らしいスタートを切っていますね。さらにその直後、またも染野のアシストから荒木がゴール。この日生まれた4ゴール全てに関わるという大活躍。さらにこの試合の総合評価では10点満点を叩き出します。これはもう今シーズン期待しかありませんね。染野の勢いは初戦で4ゴールに絡んで以降もまだまだ止まりません。第9節仙台戦では2ゴールの活躍を見せます。まずは前半7分、ピッカからのボールに抜け出しニアを突き破り先制点を叩き出します。さらに後半アディショナルタイム、1点差でリードという展開で味方からボールを得た染野、ペナルティエリア外から強烈ミドル、これを逆サイドネットに突き刺し本日2点目。相変わらず絶好調は続いているようです。その後もゴールラッシュは続き、鹿島でも大活躍の染野、これは意外といい成績を残しそうな予感がしていますね。時が進み染野編第23節広島戦、後半13分、鹿島はコーナーキックのチャンス。荒木が放ったボールにドンピシャで合わせたのは染野。シーズン終盤になる頃には能力もだいぶ成長しています。もともと総合値は59と正直低く、なかなか通常プレーでは使いどころがなかったものの、総合値は66まで成長しました。一般的にはまだエース格のレベルではないかもしれませんが、それでも J リーグであれば主力級のステータスです。その後もゴールを連発する染野、シーズン最終戦でも大活躍。果たして染野は鹿島でどんな活躍を収めたのでしょうか。まずは鹿島の順位を見ていきます。結果は4位、2022年のリアルな順位と同じですね。さらに首位から
マリノスとフロンターレが続いているあたり、 FIFA ってそこそこ正確な通知を出しているんだなと改めて思います。さてそれでは今回のメインでもあるソメノの個人成績を見ていきましょう。なんとリーグ全試合に出場し驚愕の22ゴール得点王を獲得してしまいました。本当にこんな結果になるのと疑いたくなる数値ですね。ユーマは33試合に出場で15ゴール13アシスト、ユーマにも全試合に出場してもらう予定でしたが、累積警告や怪我による出場停止で少し出られない期間があったため33試合の出場にとどまりました。さてということでソメノは見事に得点王を獲得、総括は後でするとして今度は柿田を見ていきましょう。こちらは柿田の第一節、同じ色のユニフォームを着ていて分かりづらいですが、先ほどのソメノとは別の世界線です。チームメイトもみんな同じ、もちろんソメノは出場しません。ちなみに柿田はすでにトスでそこそこ活躍していることが反映されているのか、最初から意外といい能力値になっています。というかこれで187センチあるんだから普通にレギュラークラスなのではと思ったり思わなかったり、若い選手なのでここからさらに成長することもありとても楽しみですよね。もちろんこういうフェイスではないです。背番号は鹿島時代と同じ37。そんな柿田の第一節の相手はまさかのサガン鳥栖。2022年を過ごしたこのチーム相手にどんな活躍をしてくれるのか見ものですね。前半32分、雪のピッチで足元が悪い中訪れたチャンス、ユーマからいいパスが来ますがこれを決めきることができません。さらに前半44分、再度柿田にチャンスが訪れるもののこれも決めきれず前半終了。後半29分、成木からのパスをシュートにつなげるもこれも決めきることができません。足元が悪い中躍動はしているもののなかなか結果には現れない柿田。試合は後半ラストに土井がゴールを決めたことでなんとか追いつき引き分けに。しかし柿田は結果を残せず、初戦で4点に絡んだソメノとは対照的な結果となってしまいました。柿田の初ゴールはいつ生まれるのでしょうか。第2節第3節とゴールは生まれず、迎えた第4節大分戦、前半15分、ついにその時が来ます。相手陣内で短いパスをつなぎ最後はニアにズドン。柿田の今シーズン初ゴールがようやく生まれました。ここからゴールの波に乗ることはできるのでしょうか。ソメノと比べるとシーズン序盤はなかなか派手な活躍はできていなかった柿田、それでも徐々に調子を上げていたのです。第13節仙台戦では後半20分に見事な抜け出しから同点ゴール、常に綾瀬の後釜としてしっかり活躍を残していました。さらに13試合を終えて9ゴールで得点ランキングトップに。シーズン始まってすぐはなかなかフィットしていなかったものの、徐々にユーマとの2トップにも慣れ、あっという間にリーグ屈指のフォワードとなっていました。時は進み、シーズンも終盤に差し掛かった第29節、相手は以前のレンタル先徳島、ホームで2点のリードを許してしまった鹿島。そんな中迎えた前半34分、左から持ち込んだピットからふんわりとしたパス、これに反応しボレーシュート、柿田のゴールにより1点差に追い上げます。さらに後半23分、出場停止のユーマに代わり出場したエブラードが自ら持ち込みシュート、これがゴールに吸い込まれ同点に。その後すぐの後半26分、左を駆け上がった安西からクロス、これに落ち着いたボレーで合わせたのはもちろん柿田。0対2で負けていたところから3対2へと逆転に成功します。もはや相方としてユーマがいなくてもしっかりと結果を残している柿田、この世界の鹿島ではすでにエースストライカーになっていますね。さてそんな柿田ですが、ワンシーズンを終えてどんな成績を残したのでしょうか。まずはこの世界の鹿島の順位から見ていきましょう。鹿島はなんと2位、首位川崎とは勝ち点10も離れています。柿田の個人成績を見ていきましょう。柿田はどんな成績を残したのか。38試合に出場し22ゴール11アシストを記録、ソメノと同じくとんでもない成績を残していました。しかしそれよりもとんでもなかったのが鈴木優真、37試合に出場し23ゴール21アシスト、活躍しすぎてもうよくわからん。最終的に柿田もソメノと同じく大幅な成長を収め、66からスタートした総合値も71へと成長しています。普通にレギュラークラスですねこれは。さてこんな感じでソメノと柿田を鹿島に戻したらどうなるのかなんていう検証を行ってきました。両者しっかりと成長をしてくれて、さらにはえぐい数字を出してしまいました。もちろん1年分しかやってないので正確さには欠けるかもしれませんが、まだまだ全然若い2人です。秘めたるポテンシャルというものはとても大きいと思うんですよね。もうすでに鹿島には他の選手の獲得の噂なんていうものもありますが、やっぱりこういった選手たちにも鹿島で活躍してほしいなって思いますね。復帰なのかレンタルなのか、もしくは完全移籍でどこかへとなってしまうのか、そんなこの先の去就なるはどうなっていくのか分かりませんが、どのように決まったとしてももちろん応援をしていきます。せっかくですからこの検証くらい大活躍してほしいところですね。さてワールドカップの時期になってきました。元鹿島のメンバーにはぜひ大活躍をしてほしいところですね。鹿島に関するコアな検証など募集してます。ぜひコメント欄からお願いします。やれそうだったらマジでやります。そんなところで本日の動画は以上となります。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら他の動画も見ていってくださいね。ではまた。